本当はサボっていたのだった。トレーニングしてたんです。なんてことを言っているが、実はサボっていた。トレーニングしてたんです。広告通りにトレーニングを行ったのであった。トレーニングしてたんです。確かにトレーニングを行った。ワーキングしてたんです。広告通りにワーキングを行ったのであった。お休みしてたんです。課長、寂しかった。広告通り休暇なのだった。ワーキングしてたんです。広告通りにワーキングを行ったのであった。以上、1週間の報告でした。ごきげんよう課長。では報告しますわね。私、トレーニングをいたしましたのよ。広告通りにトレーニングを行ったのであった。トレーニングをいたしましたのよ。広告通りにトレーニングを行ったのであった。トレーニングをいたしましたのよ。本当はサボっていたのだ。トレーニングをいたしましたのよ。確かにトレーニングを行った。ワーキングをいたしましたのよ。報告通りにワーキングを行ったのであった。トレーニングをいたしましたのよ。確かにトレーニングを行った。ワーキングをいたしましたのよ。すると、美しい私に怪しい人影が迫ってきたのですよ。小さいですわね。お嬢ちゃん、パラダイスに連れてってあげる。レッツゴーパラダイス。これでも食らいなさい。レッツゴーパラダイス。これでも食らいなさい。遠慮しないでいらっしゃい。逃げても無駄だってことがまだわからないのかしら。お熱きのどこが気に入らないのよ。遠慮しないでいらっしゃい。あっち行って、逃げても無駄だってことがまだわからないのかしら。お熱きのどこが気に入らないのよ。これでも食らいなさい。レッツゴーパラダイス。遠慮しないでいらっしゃい。あっち行って、絶好調ですわね。逃げても無駄だってことがまだわからないのかしら。お熱きのどこが気に入らないのよ。レッツゴーパラダイス。逃げても無駄だってことがまだわからないのかしら。お熱きのどこが気に入らないのよ。わしは
楽にも天使ね。逃げても無駄だってことがまだわからないのかしら。わきちのどこが気に入らないのよ。わちきの汗って万能薬よ。逃げても無駄だってことがまだわからないのかしら。わちきのどこが気に入らないのよ。遠慮しないでいらっしゃい。あっち行って。レッツゴーパラダイ。逃げても無駄だってことがまだわからないのかしら。わちきのどこが気に入らないのよ。当然のことですわね。お花畑が見える。とは私見事に容疑者を捕らえたんですのよ。確かに不審者を見事に逮捕した。いかが気に入っていただけたかしら。報告します。私はトレーニングをしてました。確かにトレーニングを行った。トレーニングをしてました。報告通りにトレーニングを行ったのであった。トレーニングをしてました。報告通りにトレーニングを行ったのであった。トレーニングをしてました。報告通りにトレーニングを行ったのであった。ワーキングをしてました。確かにワーキングを行った。トレーニングをしてました。確かにトレーニングを行った。ワーキングをしてました。なんてことを言っているが、実はサボっていた。どうです？頑張ったでしょ？
広告通りにトレーニングを行ったのであった。トレーニングを行いました。広告通りにトレーニングを行ったのであった。ワーキングを行いました。確かにワーキングを行った。休暇を行いました。広告通り休暇なのだった。ワーキングを行いました。そしたら違反者を発見しちゃったんです。そこの酔っ払い、車を端に止めなさい。どこのピンクのゾンマリネット捕まえちゃる。なら力づくだ。行くぞ。あの、この、待て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 。なら力づくだ。行くぞ。どどめ色のカーバだ。乾麺。いろいろあるんだろうな。なら力づくだ。行くぞ。僕のビッグハンドは特別だ。もう酒やめよ。という次第で無事違反者を逮捕しました。報告通り違反者を発見し見事逮捕したのだった。以上、報告終了です。ごきげんよう課長。では報告しますわね。私トレーニングをいたしましたのよ。確かにトレーニングを行った。トレーニングをいたしましたのよ。確かにトレーニングを行った。トレーニングをいたしましたのよ。報告通りにトレーニングを行ったのであった。トレーニングをいたしましたのよ。報告通りにトレーニングを行ったのであった。ワーキングをいたしましたのよ。報告通りにワーキングを行ったのであった。休暇をいただきましたのよ。おかげでリフレッシュできましたわ。確かに休暇を取っていた。ワーキングをいたしましたのよ。本当はサボっていたのだった。いかが、気に入っていただけたかしら。報告します。私はトレーニングをしてました。報告通りにトレーニングを行ったのであった。トレーニングをしてました。確かにトレーニングを行った。トレーニングをしてました。報告通りにトレーニングを行ったのであった。トレーニングをしてました。報告通りに
トレーニングを行ったのであった。ワーキングを知ってました。確かにワーキングを行った。おやすみ知ってました。報告通り休暇なのだった。ワーキングを知ってました。そうしたら、なんか挙動が怪しい人を見つけちゃったんです。困るんですけど。あら、あんた、私の若い頃にそっくりだね。油断しちゃった。言うことを聞いてくれないと殴っちゃいますよ。そう言われてもね。私なりに正しいことをしてんだよ。言うことを聞いてくれないと殴っちゃいますよ。そう言われてもね。今日はいい天気だね。言うことを聞いてくれないと殴っちゃいますよ。そう言われてもね。あんた、いい嫌われババアになりそうだね。頑張んな。そうなりますね。これも仕事ですから。私は元気な子は嫌いじゃないよ。言うことを聞いてくれないと殴っちゃいますよ。そう言われてもね。あんた、いい嫌われババアになりそうだね。頑張んな。そうなりますね。これも仕事ですから。あんた、いい嫌われババアになりそうだね。頑張んな。そうなりますね。言うことを聞いてくれないと殴っちゃいますよ。そう言われてもね。私なりに正しいことをしてんだよ。これも仕事ですから。私は元気な子は嫌いじゃないよ。言うことを聞いてくれないと殴っちゃいますよ。そう言われてもね。アロエって万病の薬なんだよ。言うことを聞いてくれないと殴っちゃいますよ。そう言われてもね。私は元気な子は嫌いじゃないよ。言うことを聞いてくれないと殴っちゃいますよ。そう言われてもね。あんた、いい嫌われババアになりそうだね。頑張んな。そうなりますね。言うことを聞いてくれないと殴っちゃいますよ。そう言われてもね。あんた、いい嫌われババアになりそうだね。頑張んな。そうなりますね。言うことを聞いてくれないと殴っちゃいますよ。そう言われてもね。
今日はいい天気だね。これも仕事ですから。あんた、いい嫌われババアになりそうだね。頑張んな。そうなりますね。これも仕事ですから。あんた、いい嫌われババアになりそうだね。頑張んな。そうなりますね。言うことを聞いてくれないと殴っちゃいますよ。そう言われてもね。あんた、いい嫌われババアになりそうだね。頑張んな。そうなりますね。これも仕事ですから。ごめんなさい、痛かったかしら。あんたやるじゃないの。っていう風に市民の皆さんにご注意したんです。報告通り一般市民とコミュニケーションを取ったのだった。どうです、頑張ったでしょ。確かにトレーニングを行った。トレーニングを行いました。確かにトレーニングを行った。トレーニングを行いました。報告通りにトレーニングを行ったのであった。トレーニングを行いました。報告通りにトレーニングを行ったのであった。ワーキングを行いました。確かにワーキングを行った。休暇を行いました。報告通り休暇なのだった。ワーキングを行いました。そしたら違反者を発見されたんです。そこの酔っ払い、車を端に止めなさい。おほら、ピンクのゾンマリエ捕まえちゃる。なら力づくだ、行くぞ。派手な動物園だな。逃げても無駄だってば。いい加減に止まれ。現状まで聞こえる。おお、作戦タイムだ。逃げても無駄だってば。いい加減に止まれ。現状まで聞こえる。
ついにどどめ色のカバだ。勘弁。いろいろあるんだろうな。なら力づくだ。いくぞ。ついにどどめ色のカバだ。勘弁。いろいろあるんだろうな。逃げても無駄だってば。いい加減に止まれ。幻聴まで聞こえる。ついにどどめ色のカバだ。勘弁。いろいろあるんだろうな。なら力づくだ。行くぞ。ついにどどめ色のカバだ。勘弁。いろいろあるんだろうな。なら力づくだ。行くぞ。なら力づくだ。行くぞ。逃げても無駄だってば。いい加減に止まれ。幻聴まで聞こえる。あら、くら、まじ。なら力づくだ。いくぞ。酒飲むと、いろんなものが見えて楽しいな。逃げても無駄だってば。いい加減に止まれ。幻聴まで聞こえる。派手な動物園だな。逃げても無駄だってば。いい加減に止まれ。幻聴まで聞こえる。あら、くら、まじ。なかなかやるな。酒飲むといろんなものが見えて楽しいな。なら力づくだ。いくぞ。派手な動物園だな。逃げても無駄だってば。いい加減に止まれ。幻聴まで聞こえる。酒飲むといろんなものが見えて楽しいな。逃げても無駄だってば。いい加減に止まれ。幻聴まで聞こえる。よしよし、おとなしくするんだよ。もう酒やめよ。という次第で無事違反者を逮捕しました。報告通り違反者を発見し見事逮捕したのだった。以上、報告終了です。ごきげんよう、課長。では報告しますわね。私、トレーニングをいたしましたのよ。報告通りにトレーニングを行ったのであった。トレーニングをいたしましたのよ。報告通りにトレーニングを行ったのであった。トレーニングをいたしましたのよ。なんてことを言っているが、実はサボっていた。トレーニングをいたしましたのよ。報告通りにトレーニングを行ったのであった。
ワーキングをいたしましたのよ。報告通りにワーキングを行ったのであった。休暇をいただきましたのよ。おかげでリフレッシュできましたわ。報告通り休暇なのだった。ワーキングをいたしましたのよ。確かにワーキングを行った。いかが？気に入っていただけたかしら？報告します。私はトレーニングをしてました。報告通りにトレーニングを行ったのであった。トレーニングをしてました。確かにトレーニングを行った。トレーニングをしてました。報告通りにトレーニングを行ったのであった。トレーニングをしてました。報告通りにトレーニングを行ったのであった。ワーキングをしてました。確かにワーキングを行った。おやすみしてました。確かに休暇を取っていた。ワーキングをしてました。本当はしゃぼっていたのだった。どうです？頑張ったでしょ？実はこの仕事向いてないかなってたまに思うんです。楽しいこともあるんですけど、結構苦手な仕事も多くて。本当に課長に話したらすっきりしちゃった。確かにトレーニングを行った。トレーニングを行いました。確かにトレーニングを行った。トレーニングを行いました。確かにトレーニングを行った。トレーニングを行いました。
確かにトレーニングを行った。ワーキングを行いました。報告通りにワーキングを行ったのであった。トレーニングを行いました。報告通りにトレーニングを行ったのであった。ワーキングを行いました。報告通りにワーキングを行ったのであった。以上、報告終了です。あら、あんた、私の若い頃にそっくりだね。あなた、抵抗なさるの？私は、元気な子は嫌いじゃないよ。あなた、抵抗なさるの？私は、元気な子は嫌いじゃないよ。あなた、抵抗なさるの？あんた、いい嫌われババアになりそうだね。頑張んな。私は、なりませんわ。無駄な抵抗はおやめなさい。そう言われてもね。私は、私なりに正しいことをしてんだよ。あなた、抵抗なさるの？あんた、いい嫌われババアになりそうだね。頑張んな。私は、なりませんわ。無駄な抵抗はおやめなさい。そう言われてもね。あんた、いい嫌われババアになりそうだね。頑張んな。私は、なりませんわ。あなた、抵抗なさるの？あんた、いい嫌われババアになりそうだね。頑張んな。私は、なりませんわ。無駄な抵抗はおやめなさい。そう言われてもね。私は、元気な子は嫌いじゃないよ。あなた、抵抗なさるの？あんた、いい嫌われババアになりそうだね。頑張んな。私は、なりませんわ。あなた、抵抗なさるの？私は、元気な子は嫌いじゃないよ。無駄な抵抗はおやめなさい。そう言われてもね。あんた、いい嫌われババアになりそうだね。頑張んな。私は、なりませんわ。無駄な抵
そう言われてもね。私は私なりに正しいことをしてんだよ。無駄な抵抗はおやめなさい。そう言われてもね。アロエって万病の薬なんだよ。無駄な抵抗はおやめなさい。そう言われてもね。私は元気な子は嫌いじゃないよ。無駄な抵抗はおやめなさい。そう言われてもね。私は元気な子は嫌いじゃないよ。私は元気な子は嫌いじゃないよ。無駄な抵抗はおやめなさい。そう言われてもね。そうそう、気はしなくすればいいのよ。あんたやるじゃないの。課長さんに報告です。トレーニングを行ったんです。今度課長さんも一緒にどうですか。報告通りにトレーニングを行ったのであった。今度課長さんも一緒にどうですか。報告通りにトレーニングを行ったのであった。トレーニングを行ったんです。今度課長さんも一緒にどうですか。報告通りにトレーニングを行ったのであった。トレーニングを行ったんです。今度課長さんも一緒にどうですか。確かにトレーニングを行った。ワーキングを行ったんです。今度課長さんも一緒にどうですか。報告通りにワーキングを行ったのであった。トレーニングを行ったんです。今度課長さんも一緒にどうですか。報告通りにトレーニングを行ったのであった。ワーキングを行ったんです。今度課長さんも一緒にどうですか。そうしたらそこで怪しい人を見つけちゃったんです。あなた強盗ですね。逮捕しますよ。僕は歴史に名を刻むんだ。邪魔をさせないぞ。刻むって言っても彫刻刀でじゃないぞ。私強いんですよ。僕には崇高な目的が。敵は排除する。私強いんですよ。僕には崇高な目的が。物は大切にしろよな。敵は排除する。敵は排除する。私強いんですよ。僕には崇高な目的が。敵は排除する。
そうそう、僕を好きになっても無駄だからね。面白い人。私、強いんですよ。僕には崇高な目的が。そうそう、僕を好きになっても無駄だからね。面白い人。面白い踊りですね。敵は排除する。私、強いんですよ。僕には崇高な目的が。どっから語ってこい。面白い踊りですね。私、強いんですよ。僕には崇高な目的が。物は大切にしろよな。油断してきた。敵は排除する。私、強いんですよ。僕には崇高な目的が。敵は排除する。私、強いんですよ。僕には崇高な目的が。よかった、今日は犯人さん怪我がないわ。夢破れて感があり。そんなわけで容疑者さんを無事捕まえちゃったんです。報告通り不審者を発見し見事逮捕したのだった。課長さんに報告でした。